察は散々だったようだね、観測者様よ。キューブも取り返せてこなかったじゃないか。収穫はあった。島風、非常に興味深い子よ。ユリファイア、言葉を慎んでくれる？興味深いだ。結局覚醒の兆候もなく泣きわめくだけだったやつがか。その泣きわめくだけのやつに手持ちの量産型艦隊を一つ潰されたのはどこのどなただったかしらね。テスターのやつが持ってた古いものを使っただけさ。そもそもあいつらを殺しちゃまずいんだろ。そう、彼女たちとはつかず離れず一定の距離感を保ったまま観測を続ける必要がある。私たちは接続端子ではないの。過ぎた干渉はいい結果をもたらさないわ。これが最良の手段。ふん、なんだか自分に言い聞かせてるように聞こえるね。記録をアクセスさせてもらったわよ。私には艦船とのおしゃべりに心を躍らせる一人の女の子のように聞こえたな。あなたね。あ？認証用識別 ID P014724、 コプログラムの機能を一部制限するわ。何？構造が。しばらくそのよく動く口を閉じていなさい。お前、いつの間にこんな力を。これまでやらなかっただけよ。あら、駿河の方も面白いことになっているのか。島風、あなたの周りを見ていて飽きが来ないよ。起きちゃったか。落としてるぞ、虹色キューブ。私たちのお守りだろ。早朝の外出は危ないかしら。しばらく借りていくわよ。急がば回れとはよく言うけど、休めるところは。あー、面倒。ふぅ、あー、面倒。ふぅ、あー、面倒。休めるところは。こっちで合ってる？あー、面倒。休めるところは。いや、駿河じゃないか。どうも。
こんなところで会うなんて。もう一人は誰だ。ああ、昨日の演習の MVP さんなの。よしてください。あれ、 MVP とは言いますけど残念賞みたいなものじゃないですか。世辞に聞こえるのかもしれないが、額面通りに受け取っておいて損はないと思うぞ。実際私も MVP は間違いないと感じた。うんうん、ユニオンのみんなもそう思っているの。話題を変えますけど、お二方とも随分朝が早いのですね。うん、普段はもっと遅いんだけどね。この時間帯にしか現れないモンスターさんがいるの。ん？どうだ、捕まえられたか。あ、やったの。 SS レアモンスター確保なの。位置情報系のゲームか。後で私のところにも送ってくれるかな。もちろんなの。それじゃあ幽霊さんは先に帰ってるね。ああ、それじゃ。どうした、表情が硬いな。あなたを前にして気軽な態度を取れる人の方が少数派だと思いますよ。そうかもしれないが、私は気軽に話してもらえた方が嬉しいんだ。ではこちらから話題を振っていいかな。そのキューブはどうしたんだい。ああ、これは相方がたまたま拾ったものを今は気まぐれで持ってきただけです。そうか、とても綺麗だね。このアプリで写真を撮らせてもらっていいかな。どうぞ。ありがとう。どうして写真を。写真をもとにモンスターを作ることもできるんだ。 SSR が生まれるといいかな。ゲームを遊ばれたりもするんですね。そうだ、ひょっとして君の中では私は仕事ばかりしていて自分の技術を磨くことにしか興味がないやつだったりするのか。いや、どちらかというと君自身がそのようなタイプか。何から何まで図星ですよ。やっぱりすごいです、あなたは。これは失礼したな。ではお詫びとして一つだけアドバイスだ。もし自分の行く末ややり方に行き詰まりを感じているなら、遠慮なく人を頼るといい。驚かされることばかりです。昔の私も今の君とは似ていた。そして私は知ったのだ、超人は人が育むものだと。エンタープライズ様、報告ですわ。やっぱりビスマルクさんはしばらく研究で開かないから会えないみたいです。あいつらしいといえばそうだが、差し入れをしたいだけなのに困ったな。私の名前を出すから警戒したんじゃないか。そうかもしれませんね。あら、あなたは。昨日はお疲れ様でした。ロイヤルの皆様にはよくしていただいたのに。いえいえ、駿河様、とっても素敵でしたよ。
ユニコーンちゃんも喜んでました。そうですか。そうだ、悪いがするが、私の代わりにビスマルクにこの差し入れを渡してきてくれないか。ほら、秘伝冷却水。受けたまわりました。少し容器が大きい。ありがとう、よろしくお願いしますね。今は彼女、旅館内の鉄血寮におりますわ。では行ってまいります。ここか。ごめんください。あら、誰かと思えば昨日の MVP じゃない。恐縮です、中継をご覧で。それで今のあなたは本性を隠せているわけね。私の尻尾も耳も中継されてたんだ。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。かわいいわね。私は素のあなたの方が好きになりそうだけど。まあそんなことより、要件は何？誰に用事？私？ビスマルクさんです。いいわ。MVP に免じて取り継いであげる。ビスマルク、お客さんよ。誰だろうと会わないって言ったはずだわ。初対面の相手よ。心配しているあいつやあの人でもないわよ。特別よ、ここに通して。了解。入っていいわ、どうぞ。失礼します。見たこともない偽装がいっぱいだ。特にあの触手のような奇妙な偽装は何だろう。あまり室内をじろじろ見ないでくれる？スパイ認定しないといけなくなるのでね。申し訳ございません。あ、駿河さんじゃないですか。いかがされました？その差し入れを。秘伝冷却水です。誰から？エンタープライズ。ふん、ご苦労様。置いたら帰って。すみませんね、今はビスマルクさん特に忙しくて。私があさって演習で使用する偽装を調整されてるんですよ。J23、静かに。は。では私帰ります。ああ、グレイゴーストに会ったら恒例を言っておいて。ありがとう、だから構うな。承知しました。わお、見なさいよビスマルク、内蓋にメッセージが書いてある。変な気は起こすなよ。これは。ああ、私はビスマルクさんの研究を信じておりますので。大丈夫、無条件で信じるのはほどほどにしておいた方がいいわよ。仲間じゃないですか、私たち。
いいか、税23。機関が信じるべきは鉄血。そして私が信じるのも鉄血。それが全てだ。私、ビスマルクがどうかは関係ない。あら、かっこいいんじゃない?で、セイレーンの偽装の研究は無事に終わりそう?じきに終わる。心配は不要よ。よくは聞こえないけど、すごくヤバそうな話をされている気はするな。これ以上関わらないでおこう。もしもし、ベスタル。私だ。今メールに写真を添付して送った。そう、キューブの写真。合同大演習でキューブが集める対象になっている。そこまでは知っているな。写真では伝わらないかもしれないが、何かキューブから異様な気配がする。合同大演習、どうも裏がありそうだ。いざという時のため声をかけておいてもらえると助かる。駿河君とは先ほど偶然会ったよ。島風君にも会ってみるか。何か聞き出せるかもしれない。ああ、ごめん。誰かから通話中にメールが来て。ベスタル、また後で連絡する。忙しくなりそうだな。おはよう。朝だよ。今日も一日張り切ってこう。また寝過ごした。やかましいやつだぞ。もう少し目覚ましを早い時間に設定しておくのだ。島風、最近寝ぼすけになっているです。お二方、かたじけないです。駿河殿はとっくにお目覚めですよね。うん、駿河?朝一で出て行ったのだぞ。そうでしたか。あれ?ない、ない、ない、な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 い!落ち着くです。何が見つからないですか?虹色のキューブがない!虹色ではなかったけど、島風がキューブを握りしめて寝ているのは見たです。どこだ、どこですか。おーい、返事はしないと思うぞ。あれは島風と駿河にとっては大切なものなんです。それじゃあ駿河のやつが敷いてたりするんじゃないか。なるほど、確かに。ではまず外で駿河を探してきます。はあ、慌ただしいのだ。新人感が抜けきらないのは残念だけど、十分によくやってる方だと思うです。いったー。本当にそう思うのか。様子を見に行ってくるです。おーい、島風、生きてるです。ま、曲がり角で人にぶつかりまして。
ぶつかった人が一般の人だと大変なのです。大丈夫ですか？耳取れるかと思った。ラフィー、ごめんなさいです。悪い悪い、こっちも急いでたんだよ。午後から合同大演習だってのに部屋に忘れ物しちゃってさ。前方不注意、そっちが良くない。ウサギさん、あれ、ユニオンなのにウサ耳？本物じゃないからウサギじゃない。本当だ、完全に作り物なんですね、これは。島風は本物、全はいや本物の感触。どうしちゃったんだい、島風は。ぶつかった直後より力が抜けたように見えるぞ。島風は耳が敏感のようです。今発覚したです。へい、ふみゃーだ。あはー、ラストおまけ、ふみゃー。楽しかったです。うん、まあまあ。ごめんな、元気そうだから私たちはもう行くけど。何やらさっきから奇声が聞こえてくるのだが、やはりお主か。長門様、お聞きください。さっきからこの人、島風の弱点ばかり攻めてきてひどいんです。ラフィー、その子に追突された。それなのにまだごめんとも言われてない。だからちょっとしたお返し。それとこれとは話が違うでしょう。う、面倒なことになっているのは分かったが。はーい、証人のサラトガちゃんがさっそうと登場。サラトガちゃんは遠くから全てを目撃してしまいました。ああ、これ以上話を面倒にしないでくれよ。とりあえず申してみよ。はい、島風ちゃんの方からラフィーちゃんにぶつかった。やった、勝訴。でもラフィーちゃんの方も秘伝冷却水を夢中で飲んでたから、かなーり前方不注意だったね。真実のようだな。ここにボトルが落ちておる。しまった。しまったじゃないですよ、証拠隠滅はさせませんからね。というかこれ本当に冷却水ですか？何を飲んでるのか気になる？ラフィーの秘伝冷却水だよ。あ、そこはあまり追求しないでくれ。うん、面倒になるからな。結論としてはどっちもどっちで、本来なら避けられた事故かな。喧嘩両成敗とはよく言ったものだが、双方納得はしておらぬようだな。
島風？なんで伸びてるの？今これどういう状況？簡単に説明はちょっとできないかな。島風とラフィーが出会い頭のごっつんこです。まあそういうとこ。島風の代わりに謝っておきます。すみませんでした。待ってください、スルガ。あ、復活した。元はというとスルガを探してたんですよ。島風は、おい、みんなの前で呼び捨てはやめろよ。今その指摘。そういえば島風はキューブがなくなって慌てていたです。あ、ごめん、これのこといいよね。ああ、そうです、やっと見つかった。これ駿河殿と島風のお守り代わりなんだから、持ち出すときはちゃんと言ってくださいよね。次からは気をつけるわよ。一件落着としたところで、皆の衆、もういい時間になっておるぞ。うわ、本当だ。みんな会場へ急げ、演習に遅れる。ま、でも廊下は走るなよ、これは鉄則だからな。本日はこの海で演習開始にゃ。前回の中継が大好評だったので、今回も艦船が指揮官兼任の体制で演習を行ってもらうにゃ。なお非常に残念なことに、グレイゴーストことエンタープライズさんは休養で欠場とのことにゃ。獣王にとってはグッドニュースにゃ。しかしユニオンのメンバーは気落ちしてないにゃ。ラフィー一人でも十分。本日のユニオンの指揮官超強気にゃ。なんか納得してしまいそうになるけど、協力も大事にゃ。合同大演習のコンセプトは否定しないでほしいにゃ。指揮官がああだと頼もしいね。妹たちも見てるんだ。ラフィーに負けじとかっこよくバッチリ活躍してやらないとな。いや、でも頑張りすぎるとまた兄貴って言われちゃうのか。加減が難しいんだよな、まったく。何やらぼやいているが、こちらも強キャラ感バッチリの海上の騎士にゃ。そろそろ兄貴の称号を受け入れろにゃ。もう勘弁してくれ。大丈夫よ、クリーブランド。今日のあなたも女の子らしくてとっても可愛いわ。ルイスに言われるとなんだか変な感じがするな。こちらは大人の色化が漂うお姉さん、セントルイス。
合同大演習でも視聴者の視線をさらっていくにゃ。カメラさん、視聴率のためにも寄っちゃってにゃ。ちょっと一カメさん、下から取りすぎ。ヘレナが怒るわよ。失礼しましたにゃ。続いてグレイゴーストの穴を埋める大本命、もう一人の幽霊、ロングアイランドさんだよ。ゲームの要領でキューブ回収もバッチリなの。演習中どのようなプレイが炸裂するのか期待にゃ。お次はユニオンが誇る世界一のアイドル。インディーちゃんのことですね。違う、割り込み禁止にゃ。世界で2番目になっちゃったよ。でもサラトガちゃんは今日も笑顔で頑張る子だ。今は魔女を目指してるよ。フォローよろしくね。サラトガの SNS のフォロワー数がどんどん伸びてる。合同大演習を宣伝に使うなんて恐ろしい子にゃ。インディーちゃんの紹介はまだですか？10秒あげるから自分でやってくれにゃ。はい、私はポートランド。でもそれはいいから、妹のインディーちゃんが超可愛くって素敵だから、今はけなげに生きる彼女を見守ってくださいね。すごい、自分の名前以外すべて妹の PR に回した、ある意味最も恐ろしい女子ポートランド。以上が今回のユニオンのメンバーにゃ。対する獣王の指揮官は駿河&島風。頑張るにゃ。説明もうちょっとしてくださいよ。ごめんにゃ。それでは一つビッグニュースにゃ。昨日の中継内容を見て、ロイヤル艦隊のメンバーで島風&駿河の艦隊に入りたがっている人がいるにゃ。すごい光栄です。陣営の根性を認めるから、 MVP 取得者権限として納得のいく編成をやってみてにゃ。ま、A ポイント次第だけどにゃ。有効に使えるといいな。島風艦隊は不可能も可能にしちゃいますよ。島風、覚悟それ。わは、いきなりボスキャラが。先手必勝。あの、まだ一個もキューブを拾ってないんですけど、練習のルール把握されてます？ルール上の問題はない。迎え撃つぞ。限ってきた。もうちょっと待ってくださいね。駿河、始めます。勝利の栄光はどちらが掴むかにゃ。痛いのを、ヘリアー、ヤッホー、ヘリアー、ゴーゴー、こっち、きたきた、ほらほら、
い頃合いです。任せて、支援者だ。ほらほら、てりゃー、逃がさない。ほらほら、いいですか。やらせていただきました。見ました。準備完了。ヘリャー、ほらほら、痛いのを。あ、まだ準備完了。剣の助け、おいしい。準備完了。撃って当たって。準備完了。やらせていただきました。逃がさない。じゃんじゃん行きますよ。痛いのを。ほらほら、せりゃー、ほらほら、痛いのを。これいきます。これがすごい音しましたけど平気ですか。痛いのを。ヘリアー、目標を捕獲。ほらほら、いいですね。不可能。この程度ゾウ様なんなっちゃって。しまかぜ、喜びの舞を後で踊りましょう。ラフィー、しばらく行動不能のペナルティーニャ。ラフィーはまだ平気なのに。ダメです、敗北したらしばらく休むのが演習のルールですからね。残念。それじゃあおやすみ。起こさないでおこう。攻め続けるわよ。うわ、これはきつい。限ってきた。待ってるよ。なんとかします。両チームとも健闘を祈るにゃ。いい感じ。ほらほら、痛いのを。ほらほら、痛いのを。決めちゃった。いい頃合いです。相手してくださる？いい感じ。いいですか？幸運の風を。痛いのを。ヘリアー！ほらほら。痛いのを。ほらほら。痛いのを。きたきた。幸運の風を。やっちゃったよ。ほらほら、痛いのを。ほらほら、いっとけ。どう？てりゃー。ほらほら、やっちゃったよ。いかん。やらせていただきました。てりゃー。ほらほら、幸運の風を。どう？Huh?
私とない天使なの。じゃんじゃん行きますよ。痛いの。ほらほら、もう当たって、やらせていただきました。やったー、文句なしです。あー、もっと働けと。そろそろ引かせてもらうわね。そういえば誰がキューブを集めてくれているのかしら。全員攻撃に夢中なんてオチだと、助かるような困るような。なんと、島風艦隊の強化につなげます。島風艦隊、気合は十分です。なかなかしぶといね。その打たれ強さ嫌いじゃないです。ポートランドさんには負けると思いますけどね。限ってきた。少し待つ。私ですか。それでは演習開始にゃ。間違えた。みんなついてきて。いい頃合いです。いいですか。インディーちゃん、かわいい。やらせていただきました。邪魔しないでくれる。やっちゃったよ。ほらほら、痛いの。やめてよ。ドバーン。ほらほら、ノックアウト。とりゃとりゃとりゃ。私にはインディーちゃんのご加護がありますから、この程度のダメージすぐ復活してみせますよ。すごいご利益ですね。島風は、あーっと、戦闘ですね。あなたたちにサラトガちゃんが止められるかな。やってみせますよ、魔女子見習いさん。限ってきた。大丈夫、迷わないでいくよ。駿河、始めます。先生堂々と戦う。いいですか。
来た。うわ、なんか強そうだよ。そこ。いいですか。見ました。魚雷だ。痛いのを。ほら、ナックアウト。本気、いくよ。ほらほら、ヘア、痛いのを。やったな。そこ、ヘア、痛いのを。それ、行きます。いいですね。いけ。チームワークいいんだな。島風は早いぞ。島風、まずいぞ。私たち相手の術中にはまっているかもしれない。そうですか。さっきから散発的に攻撃は受けてますけど、あちらはあまりキューブ集めに熱心でもないし。1艦隊ずつ正確に時間差で狙ってきてる。このままペースにはめられたら、あっちは指揮官と量産型艦隊の復活時間を稼ぎ放題だぞ。私がおとりになる。おい、わかりました。セルガが耐えてるうちに急いで囲いを抜けます。見つけた。敵との遭遇です。セルガ殿、大丈夫そうです。合流してください。なんとか巻いたか。からの奇襲攻撃だぜ。うわ、読まれてるのか。限ってきた。一緒に筋トレでもしてますか。あ、はい、いつでもどうぞ。期待してくれてありがとな。それでは演習開始にゃ。もう少し頑張れるな。へやー、ほらほら、もう少し頑張れるな。もう少し頑張れるな。痛いのを。ゴーゴー。こんなところで決めちゃった。注目。どうだ。
撃チャンスですね。てやーゴーゴー、きたきた、お疲れ痛いの。てやー、いいですか、見ました、どうだ、痛いの。てやー、これもう勝っちゃいますよ。ほらほら、痛いの、当たって、やらせていただきました。てやー、ほらほら、てやー、痛いの、きたきた、痛いの、当たって、どうだ、痛いの、ほらほら、てやー、ほらほら、てやー、これもう勝っちゃいますよ。ジリヒンね、ここからはせめてキューブを着実に集めるぞ。ダブルお姉ちゃんがキューブ採取の邪魔をするわ。